こんにちは。現時点ですね、新型コロナウイルスの治療や予防するアプローチは大きく3つあります。1つ目はですね、今ある薬、既存薬を投与してみる方法で、2つ目はですね、新しい薬、つまり新薬を開発する方法で、3つ目がワクチンを開発する方法ですね。で、このうち最も研究が進んでいるのが1番目の既存薬の有効性です。すでに安全性の情報が分かっているので、多くのプロセスを省略できる。で、世界中の専門家が注目している治療薬の候補が5つあります。で、1つ目はですね、HIV 感染症に使うカレトラ。で、2つ目がエボラ出血熱に対して使うレムデシビルですね。で、3つ目がインフルエンザに使うアビガン。で、最近とてもニュースになっていますよね。これ日本の薬です。で、5つ目が、コロナの回復者の結晶、つまりコロナにかかった患者さんの血液から、抗体を抽出して使う方法です。輸血する方法ですね。本当は5つ全部紹介したいんですけども、長くなって皆さん飽きてしまうと思うので、今回は日本国内で承認されていて、日本で今実際に使われている2つの薬、カレトラとアビガンについて絞って説明します。で、今回は、カレトラです。で、次回がアビガンについてですね。で、カレトラは同じコロナウイルス感染症の SARS とか MERS に有用かもしれないと考えられていたので、今回の新型コロナウイルス感染症の流行当初から使用されていました。で、有名な論文がこちらです。で、この論文のすごいところはですね、感染爆発が起こった武漢で新型コロナウイルスが同定された日からわずか1週間後に研究がもう始まっていることです。記載されたのは医学系のトップジャーナル一つであるニューイングランドジャーナルオブメディスンです。で、研究内容ですね、199人の新型コロナウイルスの患者さんを対象に比較実験をしました。で、99人の患者さんにはですね、通常のケアに加えてカレトラを投与しました。で、残りの100人には通常のケアのみを行いました。で、そこで状態の改善とか退院までの実感を比較したところ、両者ともに約16日間でした。で、また28日後の死亡率を比較したところ、両方のグループでわずかに差を認めたものの、統計的に差はありませんでした。さらにウイルスの量をですね、両者で比べてみても変わりはありませんでした。で、結論はこちらです。またコロナの、成人患者さんにカレトラを投与するメリットは確認できませんでした。次回はですね、日本中でニュースになっているアビガンについて、いい結果が出てますので、ご報告しますね。ご清聴ありがとうございました。